将軍は受賞しないと絶対におかしいほどの作品だ。こんにちは皆さん、ありがとうございます。ついに最終回まで残り数日ですが、皆さんいかがお過ごしですか？僕は楽しみすぎて朝起きれてませんし、実際今寝起きです。さて、6月7日に最も優れたドラマ作品だけがノミネートされるエミー授賞式が開催されます。今作の将軍もこれだけ社会を騒がせてきたモンスター作品ということもあり、もちろんノミネートされているのですが、将軍が受賞されないのなら授賞式はぶっ壊れていると主張する香ばしい記事を見つけました。それでは記事の内容と現地の声を一緒に紐解いていきましょう。それではどうぞ。将軍は前作ドラマが獲得したエミー賞を超える準備ができているという記事ですね。今シーズンは本当に素晴らしいほどの豊作だった。今放送しているドラマは久々に当たりの作品が多く、こんなシーズンは長らく見ないほどだ。そのため審査員たちは難しい選択を強いられていることだろう。しかしその中でもひときわ異彩を放つ作品がある。そう、将軍だ。1975年の小説をドラマ化した日本時代劇の大作将軍。今作を視聴してきた審査員らは、今作が限定ドラマまたは原作小説のドラマシリーズのカテゴリーで十分受賞を狙える作品だと評判のようだ。将軍といえばリリース以降わずか6日間で全世界で900万回の視聴回数を獲得し、エミー賞を総なめにしてきたあの傑作ザ・ベアーさえ抜き去ったのだ。今作の制作が決定してから業界の間で話題になっていたのだが、前作の将軍のドラマ化が多くの賞を受賞したのを考えるとハードルがとても高くなっていた。しかし今作のドラマはそれを簡単に飛び越えるほどの素晴らしいキャストたち、世界観、そして制作陣にも恵まれたようだ。こんなことを誰が予想できたのだろうか。やはり原作小説が1975年と約50年前の作品なので、ファンには結構年上の人が多い印象で、前作のドラマも話題になって数十年ぶりの映像化ということだったので、制作決定の時点で今作はとても話題になっていて、古き良き的な考えの将軍保守過激派、厳しい評価を従っていたようですが、今作のクオリティに驚いて泣く泣く真田将軍派に寝返ってしまった人が多いみたいですね。そんな頑固者たちを納得させる出来になっていると。将軍は戦国時代の恐ろしい侍たちが存在した世界観の構築と政治的陰謀や俳優たちの見事なパフォーマンスの組み合わせにより、ゲームオブスローンズにもとても似ているという印象の今作の将軍はエミー賞を受賞する可能性が大変高い。もっとも我々の多くは将軍の方が勝っていると感じているのだが、多くの業界の著名人たちも将軍のことを称賛していて、将軍の受賞を確信しているようだ。ここでは絶賛されたレビューのほんの一部を紹介することにしよう。全米の国民的ニュースメディア USA Today は、将軍は美しく豊かで深く説得力がある、2019年に終わってしまった傑作ゲームオブスローンズに足りなかったものが全て揃っている、原作小説が1000ページ以上あることを考えると、それをたった10話に凝縮することに成功したのは本当に並外れた功績だ。しかも驚異的で魅惑的なドラマにちゃんと仕上がっていると残していて、エンタメ情報を扱うエンターテインメントウィークリーでは、1話の最初のシーンからゴージャスで視聴者をこの世界観に没頭させる今作将軍は、ハリウッドの巨額な予算に劣らない素晴らしい作品になっていると残し、なんとあの頑固な CNN でさえも、あの壮大な原作小説から作られた今作はアクション、ロマンス、政治的陰謀を魅惑的な塩梅でブレンドし、堂々と10話にわたって展開されており、ほとんどの限定ドラマシリーズとは異なり、その原作の重みを維持し、さらに素晴らしい脚色を付け加えている。最近生まれた素晴らしい作品たちには少なくとも欠けている部分はあるのだが、将軍ではそんな部分は見当たらない、本物の傑作だと残している。ここで紹介されているメディアはどれも流し入れているもので、保守派的な考えを持つメディアもあって、普段は外国についての作品を称賛などはしないような印象なんですけど、今回は将軍をとても大絶賛しているようですね。この要素も受賞に影響してくると僕は思います。これらの著名人が言っていることに我々も完全に同意で、私たちは将軍が最優秀賞にノミネートされると確信している。我々にそう思わせているのはその驚異的な評価だ。 Rotten Tomatoes の初期ではなんと驚愕の 100%、 現在ではほぼ完璧な 99% を記録しているのだ。将軍の話をするとよく出てくるこの Rotten Tomatoes というプラットフォームは、
辛口な視聴者たちと著名な評論家たちが作品を評価できるというウェブサイトなのですが、 60% から斬新な作品、 80% から傑作という感じの印象ですかね。リリース当初は将軍はなんと 100% でとても話題を呼び、今は評論家たちから 99% という異例な評価を受けています。そして IMDB という別の人気なプラットフォームでは10点中 9.1 点とこちらでも好評のようで、今作はもうすでに史上最高作品として殿堂入りを果たしています。ノミネートされている他の作品にはこれほど高い評価のものはないので、この要素も審査で考慮されるとなると受賞する可能性は上がるでしょうね。この将軍の素晴らしいスコアは昨年のエミー賞にノミネートされた5つの作品全てよりも優れている。それに加え将軍は最近のエミー賞の投票者たちが壮大な歴史プロジェクトや時代劇を好む最近の好みのパターンにも適合している。将軍は重要な歴史的物語を語る壮大な政治ゲーム対策という意味では社会現象にもなった過去のエミー受賞作品ウルフホールに似ていて、そして人類の歴史のどん底を揺るぎない正確さで表現しているという点でこの作品は歴史的な名作ルーツに似ている。そして将軍ではその壮大な物語にふさわしい大勢の登場人物たちがしっかりまとめられているのだ。もちろんエミー賞にノミネートされている他の作品も素晴らしいものが揃っていることには変わりはない。他作品も大変面白くとても人気があり評価も高いのだが、将軍のような視聴者を心の底から震い上がらせるような化け物作品がリリースされたら、それらがいかに傑作であろうとも将軍を無視することはできないだろう。将軍のスケールの大きさは最近のテレビ制作史上で最も技術的に印象的な偉業の一つとなっている。業界の関係者もこれには驚いているようだ。審査員の好みの時代物の作品であり、過去に受賞した作品とも似ている部分があって、今作は作品としてもとてもよくできている。そんでもって各メディア、そして世間の声も称賛していると。他作品が素晴らしいことを考慮してもこれは将軍が受賞しないとさすがにおかしいのでは。将軍の国際色もここに一役買っている。他の国を題材にしたドラマが欧米の視聴者や評論家の間でこれほど大きな反響を呼ぶと、そのドラマには他とはまた違った評価が生まれる。他とは違う作品ということで話題性も生まれるので投票数も上がることが予想される。これらの理由から我々は将軍が限定ドラマ部門での最優秀賞の受賞とともに、主演の真田と沢井杏奈がそれぞれ俳優として受賞することを確信している。真田が今作の主演でようやくハリウッド作品での今までの苦労が結ばれたと言っても過言ではないだろう。他作品の主人公と比べても彼の虎長としての役はとても目立ち異彩を放っている。彼がプロデューサー役になったことでこの作品が前作よりも確実に本格的になったことは明らかだろう。ぜひ審査員たちにはこの事実も考慮してほしいものだ。沢井杏奈も今作の第1話から活躍し素晴らしい演技をしてきた主演の一人だ。正直のところ真田とは違い彼女のことを知らない視聴者は多かっただろうが、今作の彼女の演技を見るとこれからのハリウッドでの活躍を予想できる。真田と沢井は両方とも最優秀俳優賞、女優賞の有力候補として各メディアで上がっている。今作には本当に素晴らしい日本が誇る俳優たち、二階堂、浅野、星萌歌などがいるのだが、彼らがノミネートされる日もそう遠くはないのかもしれない。それほどまでに素晴らしいキャストたちに恵まれている。真田さんの今までの苦労を知る現地の真田過激派たちも今回のハリウッド作品の念願の主演、そして今作の成功によって世界の真田になったことににっこりのようです。今作で日本の俳優たちの素晴らしさが世界に伝わったことにとても誇らしく感じていますが、何度も言うように浅野さんだけは別方向で欧米筋肉野郎人気が止まらないようですが、僕も筋肉の一人としてなんとなく理由を指しています。思い出してほしい。1980年の前回のドラマはエミー賞に12部門ノミネートされベスト限定ドラマ賞を含む3部門も受賞したのだ。冒頭でも言った通り今シーズンは他作品もとても素晴らしい出来で、それぞれ素晴らしい俳優女優が揃ってきている。その中でも将軍は我々の目から見ても目立っているのだ。前回ドラマより確実にパワーアップして帰ってきた今作、良い知らせを期待したいところだと記事は締められてますね。受賞作品候補のリストを見ていても将軍が最有力候補として、そして俳優女優の枠には真田さんと沢井さんの名前がありますね。ぜひ作品と合わせて2人とも受賞してほしいです。それでは現地の声いくつか紹介していきますね。 I'll be so pissed if any of the three, either Shogun or Sanada or Sawai,
did not get the awards. They absolutely deserve it, dude. Yeah, of course, I understand this season is full of good stuff. I enjoy other shows myself, but Shogun is just beyond others. Shogun definitely should get it. Like, it is so unique compared to others, but this one just hits different. You know what I mean? I vote for Shogun. Everything about this show is great. I cannot wait for the last episode. I want Sanada to finally get the spotlight he has always deserved. 皆さんの考えもコメント欄で教えてくださいね。このチャンネルでは欧米のマジかよってニュースを楽しく取り扱ってます。チャンネル登録、概要欄からインスタ、ツイッターのフォローしていただけるととっても喜びますんで、よろしくお願いします。それでは良い一日を。タカジャクパンさんからのお便りですね。質問です。ポーランドのお酒は強いと聞きますが、お酒は飲まれますか？ポーランドは北海道とほぼ同じ季節なので、冬は寒いことからウォッカが主流ですね。それより強い 95% のスピリタスや、店売りの酒じゃ満足できんと、自宅でお酒を作ってる法律的にグレーな人も結構いて、お酒は文化的に根強いっていう感じはしますよね。ちなみに僕は全くお酒飲みません。水とプロテインだけですかね。あ、それはお酒に弱いからじゃないです。すぐ真っ赤になるけど。ついに最終回まで残り数日、ついに最終回まで残り数日ですが、皆さんはいかがお過ごし？という歌よ。こんなシーズンは長らく見ないほどだ。将軍保守激化。さらに素晴らしい客所。さらに素晴らしい客所。さあ、普段は、ここも審査で考慮されるとなる、ここで審査も考慮、そんでもって、過去の目、エミー賞に12部門。